ってお皿から滑り込ますだけで。はい、どうも酒呑童子です。今回は私酒呑童子が作る、酒呑童子って今知ってんのかな、最高のおつまみちくわですね。皆さんちくわ料理食べますか？余ったちくわ全部これにせんかいっていうレシピがありました。これね、ちくち焼きっていうやつがあるんですよ。ちくわの小さい木ですね。これがね、まあ真っ赤とにビールとハイボールと合うんですよ。使う材料がね、ちくわって2つだけなんですよ。なんでこれを今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介はちくわですね。これ3本で 105g ぐらいの気分のちくわなんですけども、ちっちゃいちくわでもこれ切っちゃうので、ちっちゃいちくわでも構わず 100g 前後用意してください。でそしてピーズが80g、結構使いますね、はい。でもちくわとチーズってめっちゃ合うんですよ。だって皆さんちくわの穴にチーズぶち込むじゃないですか。あれと同じです。なので僕もぶち込んでいきます。ちくわとチーズを合わせて最高のおつまみにするっていうレシピなんですけども、料理ってのは組み合わせなんですよね。僕リュウジと一番相性がいいものはなんだ、酒です。乾杯。ということでやっていきます。そうしましたらちくわ、ね、こいつをね切っていきます。僕ねこうやってこう斜め切りなんですよ。で薄く切ります、こうやって、はい。でこれを全部やっていきます。はい。でまあこんな感じでもうパラッパラの薄切りね。これサラダのトッピングとかもいいんですよ、実はちくわって。これをね、ここにちくわボーンでマジマジしていきます。ちゃんと絡ましてください。これねもう混ぜて焼くだけ。なんと下処理はこれだけでございます。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあここにねチーズってかなり油分を持ってるんです。だから油いらない。そしたらここにパラリーノで、ここ重要。ここでちゃんと丸く平らにしていくんですよ皆さん。で今回ね混ぜもんしてませんから、本当はね片栗粉とか入れたりするんですけども、チーズの固まる力でいける。なぜならチーズは最強だから。でこれでね、ちくわとちくわの間に挟まったチーズがちょっとこのフライパンの熱が溶けてくると溶け固まっていくんですね。ちょっとヘラでね、ちょっと周りをこそげてあげてください。はい、そうするとほらこんな感じで、わかります、フライパンから動いてますよねこいつね。で動いてきたら、まあ、ちょっとね下見てください。あ、ちょっとね焦げ目ついてきたなと思ったら蓋用意してください。でこれをひっくり返すんだとちょっと失敗しそうじゃないですか。なんかここに滑らしてからこう、はい、完璧です。これがね、こんな簡単なのよ、うまいのよ。材料2つだけっすよ。はい、じゃあお皿にいきたいと思います。チーズ固まってますね。こうやってお皿から滑り込ますだけで、ここにちょっとブラックペッパーねかけるとね、ちょっと引き締まります。はい、でパセリですね。こちらで僕の今日のおつまみチクチ焼き完成です。それではできたさん食べていただきます。ビラキがありますね。いただきます。これさ、なんでこんなピザなんだろうね。ちくわとチーズと黒胡椒だけですよ。こんなことは許されていいのか。あー、たまんねー。で、ここにですね、もっと合うやり方があるんだね。タバスコです。かけて。タバスコね、牡蠣を食べるために開発されたっていう逸話があるんですよ、これは。逸話っていうか、多分そうだと思う。俺はね違うと思います。これねビールを飲むために開発された調味料ですね。
これかけると大体ビールだ。でもこれ普通のピッツァより全然ヘルシーっすよ。ヘルティー。くーうまい。どうぞ。いただきます。チャース。いただきます。香りがうまい。うま、風味がやばい。いや、うまい。うまいじゃん。ヘルティーだって油使ってないんだよ。チーズの油だけやで。ちくわもなんかちょっともちっとしてて、そう、ちょっと生地っぽいじゃん。生地っぽい。そういうコメントだ。そういうコメント。しっぽり出した今。うん、そういうコメント。見た目に反してヘルシーってもいいですか。やっぱりピザより全然、だからおつまみよ。罪悪感の少ないおつまみ。もう糖質も結構少ないから、うん、居酒屋でピザ食べると結構なんか重い感じする。ちっちゃいのでも重いんだからね。でもこれとかだったら全然、これだったらとりあえず頼んどこうかみたいな。大好きなやつ。ご紹介です。はい、はい、じゃあ家でもやってください。はい、いただきます。ごちそうさまです。ということで、ぜひこのこれを皆さん、おつまみ界のピザですよ、これは。じゃあ、ちょっとカメラ止めてもらっていいですか。あの、最も相性のいいもの、だからちくわにチーズだとか、ただなんだろうな、鬼に金棒とかね、そういう組み合わせなんですよ、料理っていうものは。あとは、なんだろう、あとな、なんだろうな、最高の組み合わせなんだろう、きゅうりにマヨネーズ、あと人参にマヨネーズとかね、あと味噌にマヨネーズとか、そういうやつです。はい、ということで、そういう相性がいいものの相性の良さっていうのをやっぱ皆さん、あの今日はね、あ、今日あのテストで出ますから。あ、これ俺のシンガーだ。あのテストに出ますから、あのその相性の差をこう皆さんに知っていただきたい。じゃあ皆さん、僕と僕リュウジュと一番相性がいいものはなんだ。